皆さんこんにちは、ガノタカシです。今日もですね VRC をやっていきますが、いよいよですねモンチーさんの10分の1オールジャパン VRC 指定試験みたいなやつ、ね、ジャパントゥア VRC ですね。そのラウンド2がね始まります。なんと開催地ですね、憎いチョイスをしましたね、北西サーキットですね。北西サーキットで 17.5 のストックと81の、なんと81もやりますね。81のなんか見てたら決勝20分とかあるじゃないですか。ちょっとできるかどうか分かんないけど、まあ、予選は確実に参加していきたいなと思ってますし、実は今日は何日だ、今日5日か、あのね、この4日後ぐらいにね、実は私、モニターを買ったんですよ。もうね、いつも14インチでやってるんだけど、全然、やっぱちょっと厳しくて、で、モニターも、仕事で、これ、いいわけだな。はい、いいわけです。VRC なかったら買ってなかったかもしれないけど、でも、ずっとちょっと、まあ、私は動画編集とかすごいやってるでしょ。でいつも13インチのノートブックでやってるんで、すっごい目が疲れて、辛いんですよね。だから大きいモニターはずっと欲しいと思ってたんですよね。でもこれ今この際だなと思って買いました。ただ今ね、Amazon で買ったんですけど、すごい全て売り切れですよね。なかなかすぐ来るやつもなくて、まあ、条件のいいやつも結構売り切れててね、まあ、そんな中でなんとかね、まあ、お手頃なやつを買えたので、まあ、それを使ってから本格的にタイムアタックしていこうかなと思ってます。今日はとりあえずこの81とこの 17.5 のストックですね、まあ、どんな雰囲気かを私が走りながらねお見せできたらなと思ってるんですが、これ今コースこのマシンこれなんか VRC のマシンなんだけど、なんかねセーブとかあれとか私うまくいかなくて、今度ちょっと詳しい人に教えてもらおうと思うんですが、なんかすぐ戻っちゃうし、セーブしたつもりでもしてないとかよくわかんないから、もうめんどくさいんでこのまま行くことにしました。で、まあ、これで一回ちょっとねやっていきますよ。で、じゃあ今 17.5 のストックの方にしておいたんで、これでちょっと腕鳴らし、今日はねタイムアタックはしないです。ていうかまだやってないのかな。おお、81と比べて動くなあ。ダメだこれね、大きいコース用に視覚をねあれしてたんですよ、ズームにしたんですよね。だからねコースによってこの視覚やを変えるのって、とりあえず今ちっちゃいモニターでやってる私にとってはすごく大事なんですよね。カメラオプションね、どのぐらいだろう、とりあえずこんなもんでいいか、ちょっとわかんないからこのぐらいにしときます。なんか触れる項目あったっけ。あったね、そういえばなんか触ってたね、触ってたわ。そうリアウィングをね落としてたよね、確かね。リアウィングを2ぐらいにしてたんだっけ、ちょっとわかんねえな。あとなんだっけ、あとはここは関係ないね、バッテリーでしょ。この辺も触ってないし、デフここ大きいコースだから硬い方がいいんじゃない、ちょっとね、ちょっとわかんないけど。走ってもいないのに。とりあえず18にしたわ、した。まあいいんだ、すぐ帰れるから、よし行くぜ。まあちょっとで一回ね様子見で、おお広くなった、見やすくなった。あ、この大きいコースは 17.5 だと楽だね。これ楽だからこそあれだね、集中力が問われるね。インからでも多分曲がっていけそうだなこれ。それあそこからインだと無理だね、もうちょっとアウトからかな。おお、このコース 17.5 はね楽だわ。早い遅いじゃないよ。とりあえず81をで、ね、遊んでた身からすると楽だよっていう意味でね。あら、今なんかショートカットしたね。何秒ぐらいまで一回ちょっとタイムアタックしてみようか。試験員はあんな感じでいいね。あそこちょっとアウトからだと結構止まらずに曲がれるね。
これ上の人たち一周20秒とか21秒とか行くのかな、行かないか、さすがに。いかにたくさん握ったかだね。でもこれね、これちょっとアウト気味からこう入ると、あ、曲がれる曲がれる。死刑も握りっぱだね。アウトからいい入り、うん、よし。あ、ちょっと突っ込みすぎちゃった。え、なんで今ので26秒かな。なんで今ので20秒、さっきの25秒の早いの、なんで。おかしいぞ。おかしくない。まさかもうバッテリー足りたなんてことないよね。ちょっと遅くなった、なんか失速感感じるんだけど、明らかに。ちょっと、はい、一回ピットインしよう。これはあれは変えれないから、もっとステアリングを、ウィングをあれして、もっと曲がんなくていいから、もっとデフを固くしよっか。どんなもんさ、ほんでちょっと24秒台には入んないとダメだね。よし、じゃあアタックします。だいぶ無駄な動きが多いな。真ん中ぐらいからこんな感じだね。これ絶対はらんじゃダメだね。はらんじゃったけど、今普通に25秒4。これ24秒、ちょっと軽くやったんじゃ入んないな。でも20で結構上手な人たちが24秒は当然のように出して、なんか上の数人だけもしかしたら23秒入るとか、そんなレベル。あ、失敗した。あー、なるほどなるほど、分かった分かった。だいたい私が今イメージ通りに不満を残しつつも一応まとめてくると25秒台。とで、多分今の私の理論値で24秒入るか入らないか、多分ラインとか握りの勝負だね。いかにこう試験員とか無駄なく突っ込めるかで、四角屋が結構低いからこう見づらいんで、多少慣れは必要ですね。なるほど、分かりました。とりあえず電動の 17.5 に関してはこんな感じでね。今度じゃあマシンを変えて81をやってみましょう。スペックだったよね。でロード、これもなんかエンジンの設定とか結構あるんだよね。それ最終的にはそういうの大事になるんだろうな。まああんま気にしないでおこう。一応とチェックしようか。シャーシ、タイヤは変えれないんだよねこれね。変えれないんだね。まあいいや、とりあえずこのままやってみよう。バック、ボディの色だけちょっと変えたいな。ちょっと見づらい私には。あ、オレンジにしよう、これでいいや。よし、これでとりあえずスタート、ね、何も考えずにやりましょう。おお、早いな、やっぱ81は。おお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 ハイパワーすげえぜ。これでスペックってやつだからね。上でやるとどうなるんだろうね。ブレーキ、これ確か私が前少し遊んだので19秒前半ぐらいまで確か行ったはずなんですよね。で、うちに遊びに来てる前ね、中学生がこれちょっとやらしといたらなんかね、18秒入ってたかな、入ってなかったかな、なんかそんな感じだった気がしますよ。ブレーキで、危ない危ない危ない、おお、耐えた耐えた。
今ので20秒ね、今ので20秒だからやっぱ19秒はねしっかり入っていかないとダメだね。19秒台で刻んでいけるぐらい煮詰めてったら結構戦えそうだね。いや、わかんないけどね、全然全然わかんないけどね。うん、突っ込みすぎる。ここをどう処理するかだね。あ、突っ込みすぎた。あ、でも19秒だね、今のでね。うん、やっぱ19秒台前半まではいくから、あれだけフラフラして突っ込んでても19秒で入るから、やっぱりこん自分の中で流しで、うん、流しでこう19秒台で走り続けるぐらいのちょっとフィーリングを身につけないとダメだね。なかなかね決まらないんだよね、コーナーがね。試験もねスパーンと突っ込んでいけたらいいんだろうな。どっかうまくいくとどっかはらんでね。これさ、決勝やるんだったらピットインの練習しとかないとダメなんだよね。ガス欠あるからね。そうだわ、やったことないけどこれガス欠あるんだわ。うん、まあいいや。とりあえずミスだらけでもずっと20秒で走ってるから、やっぱりねこれはね B メインぐらい、この間の私の感覚でいくと B メインぐらいになんとか入る入らないっていう話だと、やっぱ19秒台アベレージねっていうのが必要になってくるかなと予想しますね。それじゃあね、モンチーの VRC ジャパンツアーラウンド2に向けてのとりあえず、まあ、こんな感じですよというねコースとマシンの紹介となりました。それではね、また次の VRC でお会いいたしましょう。チャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた。